草刈正男は、日本の俳優、モデル、歌手、司会者、タレント。福岡県北九州市出身。身長185センチメートル、血液型は、大型。左利き。バービーオフィス所属。父親は、アメリカ軍の兵士であったが、日本人の母親が草刈を妊娠していた最中、朝鮮戦争で戦死。子供時代は、 バービーという愛称で呼ばれていた。貧しい家計を少しでも楽にしようと、小学生より、新聞配達と牛乳配達の仕事を掛け持ちして投稿した。少年時代は、現在の小倉北区昭和町、北九州市立中島小学校界隈で過ごし、小倉祇園大子にも、参加、また母が好きだったこともあり、東映の時代劇映画を頻繁に見ていたという。 中学卒業後は、世界文化社の代理店で、本のセールス、小倉の文具店の配達員などで働きながら、福岡県立小倉西高等学校の定時制に、通い、軟式野球部のピッチャーとして、全国大会に出場している。1964年頃に、北九州市立中島小学校学芸会で、火の山の主役を演じる。時代設定は古代日本で、 後に演じる、日の鳥や、ひみこを思わせる、舞台小族だった。アルバイト先のスナックのマスターが、正さは、見てくれがいいから、モデルになった方が稼げるかもしれないよ、と、東京のモデル事務所を、紹介、たまたま、福岡市で開催された、ファッションショーを見に行った際スカウトされ、17歳で、上京して、東京都立青山高等学校定時制に転校、卒業。 上京後、約2年で地元から母を東京に呼び寄せる。1970年に CM ディレクター、杉山都市に起用される形で、資生堂専属モデルとなり、MG 後の CM で、男次郎の弟分としてデビューし売れっ子モデルとなる。デビュー当初から甘いルックスと、軽快な語り口で人気を得て、2年余りのファッションモデルを務めた後、俳優へ転校する。 1974年に、東方の専属となり、卑弥呼で映画デビューし、同年に映画、起きた総除にも出演、制作者協会新人賞を受賞。1975年には、エランドール賞、新人賞を受賞。1976年には、大河ドラマ、風と雲と虹と、に、出演、大河ドラマ初出演となった。 1977年のテレビドラマ、華麗なる刑事でロサンゼルス帰りの凄腕刑事という主人公に奮し、同ドラマでは挿入歌「センチメンタルシティも歌い、オリコン年間77位のヒットとなった。20代半ばで人気は絶頂となり、また同年にはマルベルドのプロマイド年間ランキング俳優部門1位を獲得した。俳優としての天気は、 千葉真一と共演した1978年のテレビドラマ、十字路だった。おしゃべりでほがらかなセールスマンを演じた草刈りはコメディに目覚め、自分でちょっとずっこけた感じを作るのが楽しくなったと語っている。映画、汚れた英雄テレビドラマ、華麗なる刑事、プロハンターなどのダンディな正当派2枚目から、十字路での軽妙でコミカルなキャラクター、 サナダ太平記では、名称、サナダ雪村と、様々な役柄で主役を演じ、市川コ深作金次今村昌平らの映画にも出演した。特に、市川コは、初出演での科目内手役から自作では、軽装な、押しかけ探偵助手役と両極端な役を振り、君は、こっちが向いているよとアドバイスしたという。1990年代以降は、花の欄。 毛利元成、古畑任三郎などの悪役、イグアナの娘、南くんの恋人でのヒロインの父親役など、脇に回りつつも新たな境地を開拓し、演技の幅を広げている。汚れた英雄のレースシーン撮影では、スタントマンとして現役レーサー、平忠彦が用意されていたが、ライディングシーンの一部は、実際に草刈がレーシングマシン TZ500 を走行させた。 草刈りの認知度の高さは、畜水キャニコムが2001年グッドデザイン賞を受賞した商品、草刈り機に、マサオと命名したことからも伺える。2004年のテレビドラマ、携帯刑事、銭型シリーズでは、華麗なる刑事の役柄と同じ、ロスコと、高村一平の役名のままで出演。2007年に映画、0093女王陛下の草刈り、マサオに、主演。 実の娘である、草刈り真優と共演した。NHK 北九州放送局が、開局80周年を迎えた2011年は、アナログテレビジョン放送が完全終了することもあり、美の壺のレギュラーでもあった草刈りを主役に起用した、独自のキャンペーンドラマが制作され、同年2月14日に放送を開始した。また、名字の、草刈りにあやかり、 マキタの充電式草刈り機の CM にも出演している。2016年の NHK 大河ドラマ、真田丸では、真田正幸を演じた。演じるにあたり三谷幸喜からは、丹波さんを超えましょうと言われ、草刈りは、真田正幸の役を丹波から預かったように感じ、また時折丹波が、スタジオに来て、よくやってるじゃないか、と言われたように感じたと話した。また同ドラマの、 おの方のぬかりなくというセリフが話題になった。サナダマルで再び人気が再燃し、2017年にはサナダマルからの写真などを盛り込んだ初の写真集、草刈正雄ファーストフォトブックが発売された。2017年、上田市の観光プレジデントに就任。2018年、出身地である北九州市の市政55周年アンバサダーに就任。 2019年 NHK の朝ドラ夏空に出演しヒロインに大きな影響を与えるキャラクターを演じその演技が感動と話題を集めている父の死後母が父の写真を全部処分したため父の顔は知らないという1977年のテレビドラマ華麗なる刑事で共演したモデルの大塚悦子と9年の交際の後 1988年12月31日に結婚。一男二女の父となる。映画、汚れた英雄でライバル役で共演した勝野ノと飲んでいる時、勝野に結婚を勧められ、その場で電話でプロポーズし翌日婚姻届を提出した。婚姻届の保証人は勝野だった。勝野とは、モデル時代から40年来の親友で、 顔形がとにかく理想で大好き、話してみると中身も誠実そのもので憧れたとのこと。また、もう一人の親友として、同じく俳優の諏訪太郎を挙げている。1978年には、芸能人の所得番付で1位となった。長女のコーランは、パーソナルトレーナーとして、ブロスキーに所属、次女の草刈真まは、プロダクションオギに所属しており、 芸能活動を行っている。長男は元ずっとズレてるズボーカルのドカットカットとして音楽活動をしていたが、2015年2月14日、草刈りの個人事務所として使用している、東京都渋谷区のマンションの一室からの転落事故を起こし、23歳で死去した。少年時代に野球部員として活躍したこともあり、西鉄ライオンズが故郷、 福岡を本拠地にしていた当時は西鉄ファンだった。自ら面倒くさがりと辞任しており、オフの日もデブショーでうちでゴロゴロ、ぼーっとしているとインタビューで発言している。最大の趣味はテニスで2016年3月から開始した公式ブログでもテニス姿のオフショットを掲載することがたびたびある。なお、 草刈という名字はあまり一般的な名字ではないため、しばしば同性の草刈り民尾と親族関係があると誤解されることがあるが、双方の間に血縁関係はなく他人である。関連アルバム、ありがとうございます。